遠赤美人の説明をしたいと思います。遠赤美人というのは遠赤外線がたくさん出る石を、何種類も入れたこういう枕みたいなものなんですね。でこれを電子レンジの500ワットで2分から3分温めて、温めたいところにこうやって乗せればいい、とても簡単なものなんですね。ですね、電子レンジに入れました。500ワットで、2分ぐらい、ちょっと離れてくださいね。1メーター以上離れてくださいね。で、こちらね、これは目をこう温めるんですね。それとかこう首筋とかこうやって温めるのにこの小さいのもあります。それからこの大判でっかいの、これはお腹やなんかをねこうやって温めるのに、内臓がちょっと弱いとか内臓悪いとか胸がという時にはこうやって温める。腰の場合はこうやって腰をこのままこうやって、温めてもらう。でこのまま寝てもらってもいいです。ちょっとじゃあ今これがもう温まりますので、やってみたいと思うんですけど、使い方なんですが、このちっちゃい方はですね、この遠赤美人は電子レンジでチンってやった時に水分がパーッと出てくるんですね。だから石なんですけど乾いた熱じゃなくてとっても湿り気があって気持ちがいい熱で、例えば鼻が悪い人、この辺をですね、おでこの、眉毛の間のところ、こういうところを温める。眼精疲労で目が疲れてくると目を温める。暑かったらこう離してくださいね。目を温める。で眼精疲労の場合はこの後頭部を温めてもいいんですから、これで後頭部を温める。風邪ひきそうで、なんかこうゾクゾクするとかいう時はこう首筋を温める。これでもいいですね。それから腎臓が弱いような人はおへそを温めるんですね。でこれはもう今度はこのちっちゃいのでは、ちょっと熱量足りませんので、こっちでいきましょうね。温まりました。おお、もうほかほかです。もう気持ちがいい。美容室行って頭洗ってもらって、ここにこう、蒸しタオルをこう乗せてもらいますよね。あの感じです。とっても気持ちがいいですね。で、私毎晩やってるのはまずおへそを温めて、前立腺とか、腎臓の治療ですね、このおへそ。それから、夜おトイレ行かないようにこの膀胱をよく温めてあげて、右側の肝臓を温めて、で胃腸を温めてと。でそうやりながらだいぶ冷えてきたところで今度は、腰を温める。まあ、腰はこの、大きい方で、大きい方ですね、この下に敷いてやってもいいんですけど、例えば寝るときに、今の小さい方を使うんだったら、これでやってもいいです。こうやって寝ましてですね、で大体こうおへそとか、膀胱のこっちの方とかですね温めて、それで腰の下にこれをこう敷きます。でこのまんまこう寝ていただくわけですね。で最後だいぶ冷えてきたなっていうところで首の後ろに入れて、こうやってもうこのまま寝てしまいそうに気持ちがいいです。まあ、こうやって使っていただくと、患者さん治療するときに今はこれを、首の下にポンと入れてやって、治療してますけど、もう大好評です。必須アイテムにどうもうちではなりそうです。皆さんもどうぞお試しください。